エウセビウス・ソポロニウス・ヒエロニムスは、キリスト教の聖職者、神学者。聖書のラテン語訳である、ウルガータ訳の翻訳者として知られる。四大ラテン教父の一人であり、聖教会、非、カルケドン派、カトリック教会、聖公会、ルーテル教会で聖人とされる。カトリック教会では1295年に、教皇ボニハテウス発生によって四大教会博士の一人と、公認された。 ヒエロニムスとも表記される。日本ハリストス正教会での呼称は勝つにものイエロニムである。ヒエロニムスはダルマティアで生まれた。両親はキリスト教徒だったが、彼自身はキリスト教に興味がなく、ローマに留学したのも修字学と哲学の勉強のためであった。ギリシア語を習得し、ガリアやアナトリア半島をめぐって古典の研究に没頭したが、 373年頃、アンティオキアで重病にかかり、進学の研究に生涯を捧げることを決意、シリアの砂漠でイント遁ン生活を送って、ヘブライ語を学んだ。378年に除海された後は、コンスタンティノポリスでナジアンゾスのグレゴリオスと知り合い、さらに382年、ローマへ行って、ローマ教皇を騙す一世に徴用されるようになる。ローマ滞在中に、 ラテン語訳聖書の決定版を生み出すべく、全聖書の翻訳事業に取り掛かった。彼は、旧約聖書は、ヘブライ語並びにアラム語原点から翻訳した。384年に、ダマスス一世が世を去ると、非護を失ったヒエロニムスは、ローマを去って、聖地エルサレムへ向かった。別レヘム、エルサレムだけでなく、エジプトへも赴いて、自らの神学研究の幅を広げた。 ヒエロニムスは、ベツレヘムに落ち着くと、著述の傍ら聖書の翻訳を続け、405年頃、完成させた。この聖書こそが中世から20世紀の第二、バチカン公会議に至るまでカトリックのスタンダードであり続けた、ウルガータ訳聖書であった。ウルガータは、ラテン語で、普及したという意味である。百二十年に、ベツレヘムで没するまでに、多くの神学的著作、 書簡を残した。ギリシア語、ヘブライ語を、はじめ諸言語に通じ、豊かな古典知識を備えたヒエロニムスは、進学の水準向上と聖書研究の歴史に大きな足跡を記している。ゴート族の侵入によって、ローマが占領される、同時期の人物でもあり、このことについて嘆く手紙を残している。ありがとうございます。